東日本大震災で中止となった2011年の新院日本公演、2年ぶりの新院公演を待ちに待った観客は、新院は神様の芸術だと称賛を惜しみません。起業家の橋本さんは、新院は神様の芸術で感性豊かで素晴らしいものだと称えます。2年前に初めて見せていただいたんですけど、本日の公演を見てもやっぱり新院の公演は神様の芸術だと思います。で、しかも神様が創造された人間が作り出すことのできる最高最善の芸術で、感性豊かな素晴らしいものだと思います。すべての演目が素晴らしかったと述べます。音楽もすべて新院の独自の音楽で、西洋の音楽と中国の古典楽器もうまく融合してて、もう申し分のない素晴らしい芸術だと思います。初めて新院公演を鑑賞した田中さんは興奮を隠しきれない様子です。とっても素敵でした。アーティストの皆さんがね、もう体いっぱいで表現されているのがね、とっても素敵でした。またスクリーンが印象深かったようです。一つ一つの場面でね、イメージがカラッと変わって、それとバックのね、風景がね、とっても素敵でした。純粋なる善と美のパフォーマンスで古来の価値観を表現する新院の舞台は、震災の爪痕が残る日本でも人々に勇気と希望を与えたようです。新東人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。